はい、てなわけでね、どうも皆さんこんにちは、きなです。今回はですね、7月の19日水曜日の、更新日入ったんでね、まとめて紹介していこうかなと思います。何やらね、見たことのない、バナーとかですね、新しい覚醒フラグメント、ちょっとやべえのが出ているんで、まとめて紹介していこうかなと思います。はい、僕も完全初見ですね。まずお知らせの方にですね、たくさん入ってます。どれから見ていこうかな。とりあえず、パーフェクトセルがね、前回覚醒しました。これさ、なんか、パーフェクトセルって昨日ずっと言ってたら、イントネーションつつかれたんですけれども、パーフェクトセルっておかしいの。パーフェクトセル?ちょっとわからないですけど、まあそこはどうでもよくて。とりあえず前回覚醒しました。で、連動の、超連戦バトルか、もう登場してるんで、1700個無料獲得でございます。ありがとうございます。さあ、そしてですね、アニバーサリーの高野祭と言ったわけで、もうついに、5周年終了、いたしましたね。やばいね、本当に。まあ、長くも、短い、イベントとなりましたが、まあ、非常にね、楽しませてもらったかなと思います。で、5周年記念の、高野祭として特別なイベントを開催。毎日ステージをクリアして豪華報酬をゲットしよう。バトル50では、マルチゼットパワー100。のレジェンズリミテッドが手に入るぞと言ったわけでですね、リミテッドマルチ200か、ありがたいね。解放されたステージをクリアしよう。これ1日に、1ステージだけ遊べる、まあ友情への道みたいな感じですね。で、お、普通にいいの入ってるくない?これフラグメント覚醒パック、ソウル詰め合わせパック、フラグメント覚醒、エネルギーもあります、リムーバーもあります。で、リミテッドマルチと EX マルチ、なるほどね、これはありがたいですね。絶対毎日遊ぶようにしましょう。これね、フラグメント覚醒パック入ってるもんなかなかうまかったりするんで、マジででかいですね。で、イベント参加ありがとうのログインボーナスが登場していると。まあ、こんな感じとなってますね。もう5周年記念メダルはログインボーナスでもらえない感じかな。なんで、ま、PVP とかで集めるようにしましょう。さあ、そして、ゴールドラッシュ、開催と言ったわけで、ゴールドラッシュはステージクリアで超金塊が手に入るイベントだ。超金塊はリサイクルセンターで大量の銭と交換できる。遊び方、毎日ステージを開放しよう。あ、1日1ステージかまた。ですね。で、本イベントは7ステージを1日1マスずつプレイしていきます。開放されたステージをクリアすると、さらに大量の金塊が手に入るみたいですね。なるほどね。はい。まあ、どんぐらいもらえるかわかりませんが、フラグメント強化祭やってる、この間にやってくれるのでかいですね。さあ、そして新しい冒険、イベントが始まってますね。レジェンズサバーアドベンチャー2023が出ていると言ったわけで、おっと、これはいいっすね。何これ、貝か、貝殻を集めて、冒険をしようと。なんかアイテムが綺麗でいいですね。で、まあいつも通り、ミッション達成で石とかがもらえて、今回はベジットブルーが一応、特攻キャラになってるみたいなんでやりましょう。さあ、そして地下の大会の、これ更新入りましたね。4月19から8月に、報酬ね、忘れずに受け取るようにしましょう。で、まあ、これは飛ばして、超時空ラッシュですね。これ新たな、はい、出ましたね。覚醒フラグメントが登場します。そして17号の覚醒 Z パワーがついに追加されましたね。お!待って、赤ベジット来た!やったぜ!ってなわけで、赤ベジットね、皆さん、ゲットできるようになりました。これ、でかいね。絶対覚醒させるようにしましょう。で、これですね。新しい覚醒フラグメント、これ、ぶっ壊れです。俺のスピードにはついてこられないか。ベジットブルーの絵柄の、元からまあ、体力上げついてて強かったやつなんですけれども、5スロ目、記録回復速度20、スロット2が、打棒と射棒の 30% の抽選となってますね。で、スロットさん、基礎体力 10% の必殺矢ダメ 10% と言ったわけで、もう、これは超汎用ですね。サイヤ人の神の木だしね、しかも。めっちゃ汎用のフラグメントなんで、もうこれは3つぐらい作ってもいいんじゃないかな。ゼップラ目指して作りましょう。これは使うガチャ、ガチャじゃねえわ。動画撮りたいですね。いや、やばい。いや、しかも赤ベジット追加されたんか。これはちょっとまたね、別の動画で解説入れないといけないですね。最高だわ。ナイスすぎます。さあ、そして、アニバーサリーレイドは、ま、先週か。はい。残り1週間ね。ファイナルシーズン、本当に、ラストの、大詰めのね、期間となってるんで、忘れないようにやりましょうと言った感じですね。で、一応ね、昨日かなぐらいからですね、これ、ステップアップセールですね。
が始まっているんで、まあ、今回2ステップということで、ちょっと小規模なセールにはなってますが、普通に安く、石買えるんで、まあ、おすすめと言ったわけで、めちゃくちゃありがたいですね、これ。やばい。普通に、なんか、アニバーサリー終わったところなんですけれども、めちゃくちゃ、でけえイベントやってくれてて嬉しいですね。さてなわけで、パーセルのね、前回学生情報を見ていこうかなと思います。前回学生ランク7。なんか、ちょっと強いとは言われてたけどね。唾液射液ノーマルの唾液アーツカードでタグが割と多かったりする人造人間再生未来があるんで、あと兄弟か、まあ普通にいいんじゃないですか。必殺特大ダメージに伸びましたね。自身のダメージ 20% アップ、普通にパワー出るって感じかな。で特殊圧が強い、発動時自身のダメージ 25% アップの25カウント、長ヒット時唾液アーツドローの気力30回復つきました。特カバ無効の5カウント、唾液アーツコスト20アップの能力低下効果で、全ての圧が繋がるんで、まあ、普通に特殊圧単体で見れば強いタグになったんじゃないかなと思います。しかもまあコストが1軽くなってるんで、まあ、でかいよねっていうところで。で、太陽系破壊カメハメハ、特大ダメージを与え、余ダメージ 30% アップ、究極余ダメの 20% アップ、さらにヒット値に 20% の技術を、付与すると言ったわけでですね、普通に強い。なんか圧の効果はみんないいね、セルちゃん。で、メインアビー切るとですね、究極ドローの体力気力回復。自身の、あ、これ火ダメマイナス効果ですね。が分散されるようになって、30カウント 50% マイナス。さらに、ん？なんでこれ分けたんだ？あ、特殊カバーチェンジ時の、ダメカット効果。え？なんか、ここ弱くなった？ちょ、わからないけど、前 80% マイナスじゃなかった、元から。なんかちょっとよくわからないです。で、人造人間またタグ再生の蛇行アップ。で、あ、人造人間にしてきたんだ。まあ、そらそうか。ガンマに乗っかるような、全開アビリティになってますね。まあ、ただ、一捨て上げだからな。そんなに使われることはなさそう。バトル開始時の余ダメ 70% アップ、火ダメ 50% カットの打者圧ゴーダウン。あ、打撃も下がるようになったんだ。偉いですね。場合に出た時に、一カウント前に、リジェネですね。で、余ダメージがさらに消去負荷でアップ。余ダメ 120% アップなんだ。元から。高くなったな、覚醒キャラの余ダメアップ。で、ドロー速15カウント。いいですね。で、封印も持っていると。で、これ救出ですね。救出持ってて、場に出てるとき敵が交代するとアーツドローの気力回復、非回復量アップ。普通に強くね？え、強。いいね。で、火ダメアップのデバフも乗っけられる。敵の攻撃終了後、受けたダメージの 30% 回復。気力 20% 回復の、なんちゃら、気力回復速度 20% アップの、控えに戻る際に気力アップ。余ダメージ 10% アップ。ダシャーツを使用するたびに、気力5回復、余ダメージ 20% アップの、味方の待機カウント1カウント短縮。バトル開始時、バトルメンバーに人造再生未来が1人以上編成されていると、特化は無効。え、強っ！え、めっちゃ軽いね、これ、条件が。いいですね、これは。救出回数が1回増えるんだ。なんかもっと、人造人間で染めろとかそういう類のやつやと思いましたけども。これは普通に当たりの覚醒じゃないですか？ちょっと、余ダメージアップが最近の水準もバグり始めてるんで、よくわからないんですけども、これが高いんか、低いんか。普通にこれは、アビリティとか見た感じ、強え。類の覚醒になってるんじゃないかなと思いますね。うん、通常 SP の中では間違いなく当たりの方じゃないかなと思います。はい。てなわけで、割といい更新が来てましたね。てなわけで、今回はですね、新たな19日からのね、更新情報をまとめていきました。まあ、特にやっぱりやってほしいのは、この、高野菜ですね。アニバーサリー高野菜プラス、超熟ラッシュですね、やっぱり。うん。この前、言ってたんですけども、超熟ラッシュスーパーは絶対遊んでおけと言ったんですけども、まあ、それをやってない方も一応ね、更新入ってるんで、まあ、今回だけはね、ちゃんとやってベジットの覚醒パワーをゲットしてほしいなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。お前たちを絶対許さないと言っていた。奥に地球を守れと言っていた。これで終わりだ。
はい。